1598年の朝鮮出兵。加藤清正36歳が守る城が敵に包囲され、清正大ピンチ。日本軍武将たちは近くで会議を開きました。清正を助けに行く、どうする。でもいつまでも結論が出ない。そこで立花宗茂31歳、いつまで無駄な会議しとるんじゃ、もうわしが助けに行く。宗茂はわずか1000の兵で助けに行き、敵5000人を撃退しました。宗茂さん、ありがとう。関ヶ原敗戦後は浪人に落ちた立花宗茂だけど、今度は加藤清正が客人として宗茂を受け入れ、銀次の宗茂を助けたのでした。いい話だよね。本気で人を救えば自分も救われる。じゃ、またね。